はい、どうも、鈴健です。なんと、今回の配信がですね、ちょうど、もうちょうど13回目の配信でございます。ちょうど13回目の配信でございますけれども、突然なんですけどもね、きっと皆さんの中で、ラッキーナンバーっていうのがきっとあると思うんですよ。まあ、例えば7だよっていう人とか、まあ3だよっていう人とか、10億5965万、飛んで101っていう人もきっといると思うんですよ。まあそんな中でね、俺の、ラッキーナンバーっていうのがですね、13なんですね。ラッキーナンバーが13で、今回の配信がちょうど13回目ということなんですよ。特に意味はありません。じゃあするなよって話だよね。じゃあするなよ。なんでちょっとこの尺取ってそんな話したんだよ、もう。行きましょうか。DJ 鈴研深夜の無駄話。さあ始まりました DJ 鈴木深夜の無駄話、改めまして鈴木です。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。結構久々のね配信になってしまったんですけれども、この間役者をねやってる知り合いの人がですね、劇をやるからぜひ見に来てくれっていうことで見に行ってきたんですけれども、その人とはね、もう大学生の頃からの、付き合いなんで、もう7、8年ぐらい、付き合いがある人で、僕もね、大学時代は、演劇サークルに入ってて、そこで一緒にやってて、その人は、そのままプロに、プロの役者になったっていう人で、下北でね、劇をやると。で、しかも主役だからぜひ来てくれと。いうことでね、じゃあ行きますっていうことで、行ってきたんですよ。演劇人にとってね、やっぱ下北で劇をやるっていうのはやっぱすごいことなんですよ。ある意味聖地ですから、特に、下北のね、本田劇場なんてところはもう、舞台人なら一度は立ってみたい場所、そんなところなんですけれども、その、本田劇場でやったわけじゃないんだけど、その付き合いのある先輩が下北で主役の劇をやるっていうから、じゃあ行きますっていうことで行ってきたんですけれども、なかなかね、言っても下北に行くことってなかなかないわけですよ。僕住んでるのが千葉なんでね、なかなかこの東京のね、特に山手線の新宿より向こう側ってなかなか行くことがないので、ましてや下北なんてね、なかなか行くことがないので、じゃあこれは、ただちょっと劇を見に行くだけじゃもったいないと。劇も見に行きつつ、下北界隈をちょっとこう、プラプラ歩きながら、ちょっと散策して、で、なんならちょっと新宿なり、渋谷なり、そういったところも寄って帰ろうかなと。せっかく東京に行くんだからって言って、いろいろ計画を立てたんですよ。舞台が、何時からだから、で、大体2時間ぐらいの公演だから、終わって、で、ここへ移動して、みたいな感じでね、いろいろ計画を立てたんですよ。で、東京楽しみだなと思って、楽しみにしてたんですよ。で、いざ当日、よし、じゃあ下北行こうってなったんですけども、土砂降りなんですよ。まさかの土砂降り。しかも、クソ寒いの。すーげえ寒いよ。雨でクソ寒いっていう、もういろんなもののやる気がね、そがれまして。で、でも千葉からね、下北にこう移動してる間、1時間ちょっとありますから、少しはやむだろうと思ったら、下北降りた瞬間にザー降ってきまして、寒いし雨だしみたいな感じで、で、しかもその、会場ね、が、ちょっと下北から離れて、下北沢の駅から、ちょっと離れてるんですよ。で、不慣れなあの道ですよ。を、こう、地図頼りに、こう、劇場まで行きまして。
で、まあ割とその演劇とかであるあるなんだけど、そのチケットプラスワンドリンクオーダー制みたいな。まあ簡単に言ってカラオケみたいなもんよ。まあワンドリンク注文しなきゃいけないという感じなのね。で、まあ寒いし、とにかく、まああの、あったかいものが飲みたいと。で、なんなら、俺結構コーヒーが好きだから、もうこれはじゃあ、ホットコーヒーをもらおうと思って、で、まあ、チケットを交換して、じゃあ、そのドリンクのところに行きます。ホットコーヒーありませんって言われて、嘘でしょと思って。普通あるじゃん、ホットコーヒーって。いや、コーヒーアイスしかありませんと。じゃあ、ホット何があるんですかって言ったら、なんだっけな、もうね、名前もね、覚え出せないくらいね、すごい、なんだっけな、ハニージンジャーなんとかティーみたいなのしかないって言われたのね。え、こっちはもうコーヒーが飲みたいのよ。で、前もちらって言ったんだけど、コーヒーは俺ブラックで飲む派なのよ。どっちかっていうと、その苦味を求めてるわけね。そこにハニーチンジャーなんちゃらって、もう対極にあるものじゃん。甘いのもう代表だよ、そいつは。じゃあもうしょうがないから、アイスコーヒーをもらったのよ、俺は。寒い土砂降りの下北で、俺はホットコーヒーを飲みたい。よし、劇場に着いたホットコーヒーが飲めるぞと思ったらアイスコーヒーですよ。ええー、たっぷりと氷を入れてくれましてね。キンキンに冷えておりましたよ。しかもそのドリンク1杯500円っていう。まあ、高級なアイスコーヒーいただきましたよ。ねえ、コップ7分目ぐらいまでね、氷を含めて注がれたコーヒーですよ。500円ですよ。まあね、注ぐときにね、ちょっとスーパーで、1本200円ぐらいで売ってるね、大きめの1リットルぐらいのパックから注いでるように見えたんだけどね。まあ下北という街ですから、きっと素人にはわからないね。いや、見た目ね、素人的にパッと見たらね、安いコーヒーに見えるかもしれませんけど、これは下北的には高級ですからと。そういうコーヒーでございますからと。まあ、あと、きっと輸送費とかもかかってるんでしょうね。その、下北という、まあ、町に、そのコーヒーを運んで、まあ、いろんな、その、費用がかかるんでしょう。下北という町は。まあ、あとは、その劇場だけ、すごい物価が高かったかね。わかんないけど、いろんなことが加味されて、一杯500円の、高級な、アイスコーヒーを、土砂降りの、すごい寒い下北で、いただきまして、もう、キンキンにね、冷えてるわけですよ、体も。で、劇が終わってもね、全然雨止まない、むしろまた強くなったんじゃないかレベルだったので、結局ですね、何もせずに帰ってきました。劇を見て、いろんな計画を立ててたんですけども、もう全部、水に流されたということで、もう何もせずに、下北から帰ってきました。まあね、劇自体はね、すごく、いい話で。で、まあ、ずっと付き合いのある先輩が、主役ということで、まあ、それは見に行ってよかったなって思うんですけれどもね。晴れた日に行きたかったね。よりによって、なんでそんな土砂降りの時に。すんごいね、寒かったんですけれども、まあ、ちょっとドラクエウォークは進みました。DJ 鈴研深夜の無駄話、みんなで参加しよう、ボイス大喜利。はい、というわけで、今回はちょっと厚めに、ボイス大喜利やっていきたいと思います。ボイス大喜利ですね。まあ簡単に言うと大喜利です。もうなんかボイスとか言ってるけど、簡単に言うと大喜利です。まあですね、スプーンラジオで、聞いてくださってる皆さんはですね、僕のページのトークにですね、今ボイス大喜利のお題貼ってますので、まあそこで、声で参加してもらうという形をとってまして、まあそれ以外のメディアで聞いてくださってる皆さんはですね、まあコメントですとか、あとは僕のツイッターの、リプなんかでいろいろ参加してもらってますけれども、
今ですね、ちょっとお題をですね、増やしました。今募集しているお題がですね、合計で、6個になりました。で、新しく3つ追加しましたね。1つ目、よくよく聞くと大したことない武勇伝を聞かせてくださいというのが、1個目。で、2個目、鬼退治に行ってきた感想を聞かせてください。3つ目、ざっくり天気予報、今日の予報を教えてください。この3つがですね、新しく追加されました。ぜひぜひ皆さん、ボイスもしくはリプ、コメント、その他もろもろ、いろんなもので参加してください。で、今回はですね、だいぶちょっと季節過ぎちゃったんですけれども、渋谷ハロウィンに参加する際の注意事項、その第14項に書いてありそうなことを教えてくださいと、このテーマについてちょっといろいろ紹介していきたいと思います。あのね、このテーマなんだけど、自分で出しといてね、ちょっと思ったんだけど、ちょっとね、難かったかなって思いますね。っていうのもさ、渋谷ハロウィン、まあ結構むちゃくちゃなことをやる人多いじゃないですか、ぶっちゃけね。なので、そのなんていうのかな、大喜利的にこれはありえないだろうっていうボケで攻めようと思うと意外とありえちゃうんだよね。そこが難しいところ。いや、そんなのねえよって言いたいところなんだけど、実際やってんじゃんみたいなことがあったりすると、ちょっと沼にはまるかなっていう気がして、ちょっと出した側から言うのもあれなんだけど、ちょっと難かったかなとは思いましたね。それでもですね、このお題に関しては結構、リプとかですね、そういった感じで、回答してくれてる人がいっぱいいたので、今回はこのテーマについていろいろ紹介していきたいと思います。ではどんどんいきましょう。まずはじゃあこれからいこうかな。渋谷ハロウィンに参加する際の注意事項、その14項目に書いてあることとは。答え、ワンピースの赤犬の仮装をすることは構いませんが、その際に本物のマグマを使ってはいけません。いいですね。まあ、あのね、ワンピース大人気のものでございますけれども、赤犬ね、あの海軍大将の、赤犬ね、杯ですけれども、マグマグの実のね、能力者なんですね。マグマですよ。いねえだろ。でもさすがにいないだろ。本物のマグマ用意できるもんならしてみろって話だけどね。いや、いるかもしれないね。わしは火を焼き尽くすマグマじゃ、みたいな感じでね、本当にマグマ放出するかもしれないからね。これはダメです。危ないですからね。周りの人だけじゃなくてね、もう交通機関とかね、建物とか全てに影響を及ぼしますから。これはダメですね。もっと早い段階でね、注意事項に書いてなきゃダメですね、これはね。いいですね。じゃあ続いていきましょう。渋谷ハロウィンに参加する際の注意事項、その第14項目に書いてあることを教えてください。答え、ベンキマンの仮装をしている人に用を足してはいけません。いいですね。いや、ベンキマンって分かる人いるのかな。この配信をどれくらいの年齢の人が聞いてるのか分かんないですけども、まあ、多分若い人が多いと思うんですけど、ベンキマン知ってる人いるのかな。筋肉マンですね、これね。筋肉マンのね、敵の超人にですね、ベンキマンっていうのがいるんですね。本当にベンキマンなんですよ。敵をね、自分の体の便器に飲み込んで、そのまま戦闘不能にしてしまうみたいな感じの超人なんですけれども、いや、まずさ、いる？渋谷ハロウィンにベンキマンの仮装する人。だってもう若者だぜ。だって筋肉マンってさ、その今40代ぐらいの人がど真ん中世代の漫画だもんね。今の人知ってるのかな。まあ、筋肉マンはさすがに聞いたことはあっても、ベンキマンなんて知らないでしょ。僕はね、わかるんですよ、筋肉マンを。一応読んでますから。まず、ベンキマンの仮装する人がいるのかって話だし、さすがに用は足さねえだろっていう。いや、万が一ね、
万が一いた場合ね、用を出しちゃいけませんよ、それは仮想ですからねと、流れませんよいろんなものがと、あの主催者はよく分かってますよ。あのきっと主催する側のそのイベントのお偉いさんはきっと筋肉マン世代ですからね、まああのこういう注意事項があってもおかしくないのかなという感じですね。はい、じゃあ続いていきましょう。渋谷ハロウィンに参加する際の注意事項、その14項目に書いてあることを教えてください。答え、法律を犯した際の罰金でペイペイ支払いはできません。あらかじめ現金をご用意の上ご参加くださいと。いや現代ですね、もうねキャッシュレスがねどんどん広まってきまして、まあ何でもかんでもね、まあいろんなものをねペイペイとか、まあそんな QR コード決済で払えるような時代ですけれども、さすがにね罰金は払えませんからね。罰金はちゃんと現金で払わなきゃいけないということで、あのこれねいいね、罰金はペイペイで払えません、あらかじめ現金を用意しておいてくださいと。もうあの罰金払う前提ですねこれね。だからもう私は法を犯すだろうな、罰金を払うだろうなっていう人はもうちゃんとあらかじめね現金を用意しておかないといけないと。いやペイペイで払います、いや無理です無理ですと、ちゃんと現金でお支払いくださいと。その場で罰金払わなかったらさらに罰金が課されそうですからね、これはちゃんと現金用意しておきましょうね。あのもうキャッシュレスが進んだからということ関係なくね、ちゃんと用意しておきましょう。いやいいですね、結構いいですね。じゃーん、これラストかな、ラストいきましょう。渋谷ハロウィンに参加する際の注意事項、その第14項目に書いてありそうなことを教えてください。答え、周りの人、建物等に迷惑をかけることは禁止ですが、サンデーモーニングで張本さんがあっぱれをしたらそれはセーフとみなしますと。こういう攻め方してきましたね、禁止じゃなくてね。いやあの、まあ、確かにね基本ねダメですよ、暴れたりとか騒いだりとか、なんかパトカーひっくり返すとかそういったことはダメなんです。でもねサンデーモーニングであの張本勲さんがあっぱれを出したらこれはセーフなんですと、まあ、あのねスポーツ界のご意見番、もういろんなことに対してのね、ご意見番なんですけれども、張本勲さんねすごい方なんですけどね、まあ、基本はね勝つが多いんですけれども、まあっぱれを出したらそれはセーフですと。いやでも張本さん渋谷ハロウィンにコメント出さないと思うんだけどね。っていうかこういうことは絶対受け入れてくれないと思うんだけどね、まあ、そんな張本さんがあっぱれをしたらそれはセーフなんですと。いくら警察があのねそれはダメです、迷惑行為ですって言っても、いや張本さんがいやこれはあっぱれだよって言ったらそれはセーフなんだと。いや張本さんの影響力すごいですね、ついに渋谷ハロウィンのルールまでね支配してしまうという、さすがでございます。はい、というわけで、ボイス大喜利、こんな感じでやっていきますので、ぜひぜひ皆さん、まあ、トークでその回答していただいても、また、リプやコメントなどで回答していただいても、構いませんので、ぜひぜひ皆さん面白いなと思ったものを思いついたら、送ってください。以上ボイス大喜利のコーナーでした。DJ 鈴研深夜の無駄話。はい、というわけでですね、今回はちょっとコーナー集めにやってきましたけれども、いかがだったでしょうか。今回の配信はここまでにしたいと思います。というわけで、ここまでの相手は DJ 鈴研でした。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバーイ。